8時になります。とりあえず雨は降ってないけど、この後降るかもしれないという予報です。どうしようかな。はい、朝ごはんはですね、北海道だけど青森産富士リンゴ塩の富士リンゴデニッシュ、すごい203円もする。そしてアンデニッシュの残り、これでいきます。紅茶を入れました。温かい紅茶。今日はね、気温が20度超えない、18度とかね。で、明日なんか16度とか書いてたけどね。どうなってんだって、さすが北海道ですね。そういう感じです。今、10時半ぐらい。降ったりやんだり、割とガチめに雨がまた降ってきました。連泊しようかなって今思ってます。結構撤収しましたね、みんな。雨雲の動きも天気予報も全然当たりません。今日は曇りのはずだったのにね、勝ち目に降ってますね。めっちゃ勝ち目に降ってますね。今日はこの後、もし、まあこの雨が上がれば、日帰り温泉に行って、サウナに入りまくって過ごそうかなと思っております。どこ行ってもしょうがないしね、こんな天気じゃ。昼ご飯に行こうと思ったんですけど、そしたらちょうど雨が降り始めて、一旦引っ込んだらこんな感じで完全に本降りになってしまいまして、見てなくなりました。カッパもここに入れてバイクにつけちゃったし、傘もないし、今日のお昼はナッツです。トイレも行けない、スマホいじりして過ごすしかなくなってます。水が垂れてくる。気温 18.5 度。はい、皆さんおはようございますなんつって、はい、全然おはようじゃないです。2時40分。この霧雨の中を出発ですが、もうね、予報では曇りだったんだけど、朝起きた時はね曇ってたんだけど、何回もね降ったりやんだりしてるんですよね。で、雨雲レーダーも全然当てにならなくてね、まあ、午前中に少しね降って、あとは曇りっていう当初の予報だったんですよね、昨日の夜ぐらいは。で、それが曇りになって、あ、降らなくなったのかなと思いきや、むしろですね、お昼頃に散々降られましてですね、で、私ももうね、今日は移動するのはやめようと思ってですね、で、温泉に入りに行こうと思ったんですよ。で、温泉施設でね、ゆっくり過ごしてサウナとかね入りまくろうと思ってたんですけど、で、あとご飯とかもねそこで食べようかなと思ってたんですけど、いよいよもう出かけようと思って、やっと荷物整理してですね、で、それでバイクのところにヘルメットかぶって行ったらですね、まあ、雨が降ってきてですね、うわちょっとまた降ってきちゃったつってですね、まあ、とりあえず一旦避難のつもりでまたテントに戻ってね待ってたんですけど、結構強い雨で、全然もうなんかトイレとかに行くのもねきついぐらいの雨になっちゃって、まあ濡れるからね、まあ濡れること気にしなきゃいいんだけど、まあ濡れるといろいろね乾かすのも面倒だしというね、まあそういうわけでですね、テントの中で、スマホをいじってたと、まあ、それだけのことです。なかなかねやまなそうで、もうちょっとお昼ご飯は外で食べるの諦めまして、で、カップラーメンを食べるのも、水汲みに行くのもね、めんどくさくて、濡れるから嫌だなと思って。で、ナッツ、柿の種とかね、ミックスナッツとかをね、ごちゃ混ぜにしてきたやつをですね、食べました。もう、それで済ませました、お昼を。済ませたことにしました。朝ごはんは、昨日買ったね、パンを食べたんですけれども、ちょっとね、テントにこもりきり、キャンプ場にこもりきりっていうのはね、私はすごい嫌なんですよ。だからね、ちょっと今霧雨でこれでもちょっと濡れるんですけど、10分ぐらいのところに、あと5分か、もうあと5分で着くというですね、海の駅っていうところがあって、そこにお風呂があるんですね、温泉があるんで、そこで行ってですね、とりあえず過ごして、風呂入ってですね、もう2日ほど風呂入ってないんでね、少しすっきりさせてもらおうかなというところですね。で、それでね、もうとにかく夕方というか夜まででも粘って、で、天気がもし大丈夫そうだったら、スープカレー食いに行こうかな。
あれは稚内名物なんですけれども、昔はねあそこにあのライダーがねテント張ったらしいんですが、今はねあの禁止になってしまったんだそうですね。防波堤ドーム、まあ下に降りてきたから霧雨の状態じゃなくなったんで、なんとか濡れずに、あまり濡れずに、あでも降ってんな、降ってる。いやーちょっとね判断ミスしましたね。あの午前中に、ね、結構雨降ってない時間帯あったんだけど、そこでバッとね動いてればよかったんだけど、ダラダラしちゃったもんでね。あ本当だったら今頃海鮮丼食って、それからサウナ入りまくってですね楽しんでるはずなんですけど、あ降ってきた。道の駅稚内、道の駅、本当の駅なのに道の駅を名乗るとは世知辛い。いやー参ったな。あ降ってるよこれ、普通に降ってるよ。あと2分、あと2分だ。もう勢いだ、ここはもう勢いで。こっちか、その奥か、駐車場はここか。すげえ歩道にガンガン止まってんだけど、ちょっとね適当なところに止めて入りたいと思います。参ったな。入りました。駐車場はね反対側にあったんですけど、わけわからず裏側に止めちゃいました。もうすごい雨降ってきたんでそのままです。面白いですね、昔の街並みっていうか再現してる。すごいね。いやー雰囲気がすごいね。丸い自転車、うわーこういうおもちゃ欲しい。私の世代より古いですよ、言っとくけど。お風呂楽しみました。ここ素晴らしいですね、施設ねめっちゃ充実しててね、ちょっと明日も来るかもしれないね。多分あの明日も天気悪いから、あのもう午前中からここに入り浸って漫画読んだり、あのご飯食べたりしてもいいかなっていう、そういう感じですね。さあでね、今6時、あそうそう、風呂はねあの2時間半ぐらい入ってましたね。ずーっとねサウナ入ったりね露天入ったり宇宙入ったりね散々やってました、満喫しましたから。でその後ね本当はあのいろいろね漫画読んだりとかテレビ見たりとかあのしてもよかったんだけど、ちょっとね行こうと思ってたお店がね7時までなんで、しょうがないんでですね出ました。でボリューム亭というねお店にこれから向かいます。その名の通りね相当なボリュームが売りでですね、ご飯をショーでって言わないとえらい大盛りのご飯が来るそうです。まあそんな感じなんですが、私はまあボリュームが多いのを望んでいるわけではないんですが、まあちょっとねそういう評判の店みたいなところをあのネタ的なところはねちょっと行ってみたい派なので、ちょっとねそこで、ポークソテー相当巨大らしいんですけど、それポークソテーをね、まあ、今日はね朝ごはんもパンで軽く済ませたし、昼はねナッツしか食ってないんで、まあ今日だったらね少しは許されるかなと。カロリー結局ねプラマイゼロどころかプラスになっちゃうと思いますけどね、カロリーオーバーのね。明日も天気が悪くて気温も低いで、しかも明日の夜はさらに雨が降るということでですね、明後日ぐらいからあの回復し始めるみたいですね。明後日日曜日かな、ということでですね、まあ、とりあえず、無料キャンプ場なんでねそこは気が楽でいいですね。その分お金あの食べる方にちょっとかけてる感じで。さあそして
止めるところはあるのかな、フォークステーキ、フォークソテーは売り切れてないかなということをちょっといろいろ心配しつつも、とりあえず来てみました。ここですね。あ、ボリュームって、ここに。ありがてえ。はい。残念。なんと、本日の営業は終了しましたって。でしょうがないんで、もう一つのですね、チェックしてたスープカレーの店行きます。このパターン多いな、ほんと。スープカレー、あ、ガラク、あれだ。はい、スープカレープチガラクというところで食べました。さあ、じゃあコンビニに寄って明日の朝ごはんを調達して帰りましょう。スープカレー、あの、あんだ、もう降ってくるよ、また降ってきてるよ、なんだよ、もう本当に散々だな。スープカレー美味しかったです。はい、じゃあキャンプ場に帰り咳が出たぞ。キャンプ場に帰ります。また道の駅稚内でうだうだしておりました。とても快適な空間でですね、うだうだするのにちょうどいい。で、あそこ映画館あるんですよね。だから明日暇だったらね、映画館で映画 見ちゃおっかな。インディ・ジョーンズがね、ちょうど明日から最後のやつなんですね。あと新作なんですかね、あれね。だからちょっとそれを見ようかなっていう今気分になってますが、まあ、ちょっとね、どういう時間割でいくかちょっとね考えないとね。あの、お風呂とご飯と、明日はねちょっとボリュームで悔しいからね、明日はあの朝一じゃないけど午後です、あ、お昼ですね、お昼ご飯にね行ってやろうと思って、朝ごはんをねすごい少なくして、で11時に行ってですね、ポークソテー食ってやるっていう今気持ちになっておりますね。そして映画を見て風呂に入ってっていう計画はどうでしょうか。誰に聞いてるのか分かりませんが、明日はですね、明日はもう結局雨なんですよね、だから、まあ、ちょっとね、あの、稚内でしばらくちょっと、まあ、滞在3連泊、まあこれもいいかなと。動いたところでね、どこ行っても雨なんですよね、多分。こういうのもいいでしょ、たまには。動く意味がないですもん、本当に。はい、ちょっとね、寒くなってきましたね。今、気温は 15.5 度ですね。で、明日はね、このぐらいの気温で推移しそうなんですよね。だからちょっとね、油断しないようにしないとなというところで、来週はきっとカラッと晴れてですね、楽しい、ことがいっぱい待ってるということを期待してですね、雨の日なりの過ごし方で楽しんでいきたいと思います。まあ、あの、少しでもねバイクに乗れて移動したりね、あの、風呂入ったりしてよかったです。お、結構いますねということでした、ということで、ご視聴ありがとうございました。また明日。